どうも紅茶です。釣ってきたハゼドン、一番元気そうで怪我がなさそうなハゼドンをプラケースで飼育しております。釣れたぞ。何これ、口に入ってないじゃん、ほっぺにくっついてる。で今何も入ってないんですけど、エアレーションをすごいマックスにしてプラケースで育ててます。で定床はボトムサンドを入れております。でこのハゼドン、マハゼ、多分マハゼなんですけど、汽水に生息してて淡水だとうまく育たないということで、少しの塩水が必要なんですよね。なので水替えが普通にできない難しいマハゼちゃんです。で1日経ったんですけど、白濁りがすごいですね。で水はその取ったところで汲んできたものなんですけど、まずいね。で一応ミナミを1匹入れといたんですけど、いなくなっております。ご飯にされてしまったのか、あんまりあげるとね水が汚くなるかなと思って1匹だけにしました。もし死んでしまったら唐揚げなんでね、釣ってきたマハゼちゃんを飼育してみようと思います。1日目です。なんか口の端っこ黒くないか、模様ですかね。ほら、なんか黒いゴミがついてる。やばい、今日はよく動いてる。本当はねもう少しボトムサンドを厚くした方がいいんでしょうね。いやわかんないけどね、砂の中に隠れてる生き物っぽいんで。果たして何日持つのか。もしかしたらね、長生きして30センチぐらいになってね、美味しくいただけるかもしれないね。なんですごいちっちゃいの。ほら、私の手がこのぐらいで、マハゼちゃんはこのぐらい、コリドラスよりちょっと大きいぐらいですね。うん、ほら、かわいいハゼドン、ハゼドンドンドン。フィルター、なんか小型のフィルター入れないとやばいな。あと水がやばいな。テトラのマリンソルトとかを買ってこないと。ちょっとチャームでポチるか。急遽急いで買って死んじゃったら辛いなね。とりあえずね、飼うからには頑張って飼育してみようと思います。もし死んだらね、唐揚げ。普段はこんな感じでエアレーションしてます。どうも紅茶です。ちょっとうるさいな。ハゼドン3日目です。まだ生きてる。大丈夫だ、まだ生きてるぞ、ハゼドン。おお、元気です。お、こっち向いた。ハゼドン。はい、ハゼドン1日目。あれ、いない。ちょっと来た。さあ、左。来たよ。どう？あ、来た。いいじゃん。元気でしょ、まだ。3日目にしては。ハゼドン、エビが好きっぽいので、エビを1匹あげてみまーす。ほい、今入れた。お、反応してる。反応してる。見えんわ。あのね、今食べました。速攻食べました。今はね、塩水を作る術がないので、餌はあんまりあげないように暮らしております。かわいいなぁ。コリドラスと土壌の間だよね、ハゼって。見てる。私のこと見てる。ほらー、かわいい。よーく見ると、左のヒレが切れてるのかな？あと左の唇がなぜか黒い。これはあれかな？針が刺さったから、かさぶたみたいになってるのかな？それとも針刺さってる？別の針が刺さってるとか？そんなことないよね。友達にハゼまだ、あれ？なんか目白くなる？友達にハゼ、お、
ことは閉じるのハゼって。友達にハゼまだ生きてるよって、わすごいじゃん、もし死んだらまた釣りに行こうって言われた。ひどいよね。ほら、なんか口開けちゃってるじゃん、ハゼと。でもね、意外と凶暴かも。多分ね、メダカとかも食べちゃうんじゃないかな、この勢いだと。おそらく食べます。メダカをあげるほどはさすがにいないので、あげませんけど。あげませんけどね。来た。かわいいね、ハゼと。頑張って生きてよー。一日一エビあげるから。どうも、紅茶です。今日はですね、今日本当はハゼドンの新しいお家用セットを購入したんですけど、チャームさん、このゴールデンウィークめちゃくちゃ忙しいみたいで、ごめんなさいメールが来まして、28日到着のものを30日にしてもよろしいでしょうかってメールが来てた。そんなことあるんだ。でね、二日経ったらちょっと水が心配だなって思ってたんですけど、急に水が透明になりました。でね、ハゼドンも、まあ元気かな？心配だったんですけど、なんとか元気ですね。じゃあ今日はハゼドンにご飯をあげたいと思います。南ですね。はい、入りました。お、お。探してますね。今ね、右後ろにいますね。右後ろ。見失っちゃいました。ジドーン。右後ろにおるぞー。とりあえず、一日一匹あげております。お、お、見つけたか。見つけたね。おー、早い。食べた。すごく早くないですか？食べる速度。美味しかったかな？ねえ。今日も食べましたね。ちょっと見失ったけどね。ハゼについていろいろ調べたんですけど、ハゼって寿命が短いみたいで、1年ぐらいしか生きないらしいです。ということは、来年には唐揚げになってしまうかもしれない。とりあえずね、海で持ってきた水はまだなんとかなっております。30日まで頑張ってくれ、ハゼドン。ハゼドンね、結構体が強いらしいです。でもさ、1年ってことは、じゃあ1年以内に30センチぐらいになってしまうってことですよね。浮いとる。かわいいね、ハゼドン。結構目はいいんですね、こうやって餌を取ってるところを見ると。隣の水槽が気になるのかな。尻尾でうまくバランスを取っている。で、これすごい大きくなるみたいなんで、大丈夫かな。ちっちゃい水槽だと心配です。泳ぎ方。今日はね、夜中の3時ぐらいに撮影してます。ゴールデンウィークだからね、忙しいです。それでは、おやすみなさい。すぐこっち見るんだから。ハゼドン、おやすみ。どうも、こうちゃんです。お、こちらカフェくんです。カフェくん、ね、カフェくん初めてじゃない？一緒にこうやるのね。カフェくん、カメラそっちじゃないよ。違うね、画面が出ちゃったね、顔だけね。カフェくん違うね。そう、カフェくんはここでゆっくりしてればいいだけで。こっちね。こうしよっか。ダメだったら、ベテランのパパと変わるよ。ね。ここでカフェくんはゆっくりしてればいいよ。ピターンってしてるじゃん。カフェくんもうすぐ1歳だね。ね。もう大人だからね、大丈夫だよね。パパと離れてて。ね。もう、ビビってはいないね。なんだここって感じだね。ね。ふかふかの上でいいね。あー、なんかいる？なんかいる？はい、ということで、今日はチャームさんでお買い物をいたしました。今日は5月の2日、令和元年おめでとうございます。おめでとうなのかな？わかんないけど、令和ですよ。あなたは平成だよ。あなたは平成。平成から令和に切り替わるとき、
何してたかというと、もう余裕でお仕事してました。もう今年のゴールデンウィーク10連休っていうことでね、結構仕事が分散してしまうんじゃないかなって思ったんですけど、いや忙しいよ、今年すごい忙しいよ。去年とかその一昨年とかはそこまで、ああそんなもんふーんって感じだったんですけど、いやもう全然忙しい、びっくりした。この10連休はね、予想できないんじゃないでしょうか。みんなカフェくんはね、いつも連休だもんね、365連休だよね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。